中入ってもやっぱりエジプト感がある。このままずっとエジプトのまま行くのかな。さあパンダはどこだ。わー、いきなりライオンだ。わー、これすごいよ。サファリパークとかにしかさいないよね、こんな結構近くに。これ大丈夫、これ本気だったら絶対これ乗り越えられるよね、この柵やばくない？やばい、世界衝撃映像スペシャルとかに出てくる人になっちゃうかも。やばい、ちょっと怒らせないように早めに退散しよう。すごいね。あ、書いてある、パンダーズ。パンダはこっち、こっち。なんか動物園で入っていきなり何がいるかってちょっと気になるけど、なんかさ鳥系が多いと思うんだよね。で派手でフラミンゴとか、でも入っていきなりライオンだもんね、すごいな。お、パンダマーク、ででーん。よしよし、あ、ちょっとエジプト感終わったね。やっぱ入り口付近だけだね、エジプト感あったの。普通になってきた。いや、ちょっと動物園の雰囲気は上の動物園に似てる感じがする。このなんかちょっと親しみやすい感じ。ん？五重の塔みたいなのあるよ、これ。もしかしてパンダ社。わ、中国っぽい。あとなんかちょっと沖縄っぽくもある。ここ、ここ、ここ、あ、書いてあるわ。あ、チャイナって書いてある。多分チャイナゾーンか、パンダ社じゃなくてチャイナゾーンで、この中に絶対パンダいるよね。わあ、ここ、ここメンフィスだって。ここで写真撮ったら誰もわかんないよ。動物とか別にいなくて、ただのお寺みたいなゾーンだった。金魚、金魚も展示されてる。すごい、パンダの前に金魚が。あ、金魚ってチャイナゾーンなんだ。え、なんかここ雰囲気いいね。今度ちょっと和風っぽくもあるし。これもうすぐパンダ来るよ、これ。でん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 。でん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 。あ、開いたー。おはよう。柵高いな、これ。ちゃんとね、午前中だから起きて食べてます。なんか痒そう。すごいです。今、スクールバスもあんなにあって、人もいっぱいいたのに、今、パンダは独り占め状態。柵は高いんだけど、近いの結構。おーい。この子どっちかな？なんかね、2頭いるんだよね。ヤーヤーと、あとなんだっけな。あれ？あ、リーリーだ。リーリーは一緒だね、上野と。男の子か女の子か。ここは割と狭めじゃない？運動場。ちっちゃいなんか、何も使えない空き地に一応作ったみたいな、公園みたいなサイズな。リーリー、ダメだ。もう一頭も起きてるかもしれないから